こちら格納庫、マイヤーズ司令、応答願います。機体そのものの調整はほぼ完了しました。あとはヘイローの調整になりますので、至急パイロットを呼び戻してください。はい、すぐに帰還を。レーダーに多数の艦影確認。敵の本体と思われます。もう来たのか。敵巨大艦より通信が入りました。頑張っているようね。まあ少しは楽しませてもらわないと。それで新しいおもちゃの準備は整ったのかしら。では一体何だというの。気に入らないわね、その人。反抗し決して屈服しないつもりでいる者の人、自分たちが搾取され支配されるべき存在であることなどまるで認識していない。とても不愉快だ。口だけは達者なようね。でも力なき者がいくらわめいたところでどうにもならないわ。レーダーに反応。敵へさらに増加。増援？まだ嫌がったのか。あなたたちの持っていた衛星の資源から作り出したものよ。そしてこのオーカーブは黒き月の力で作り出したもの。自らを守るため自ら生み出したものに殺される。なんて素敵なショーなのかしら。じっくり見物させてもらうとするわ。通信切れました。敵さん自信満々ってところだな。マイヤーズ司令、格納庫より通信です。バニラッシュ帰還しました。了解です。こちらはこのままヘイローの調整に入ります。時間はどれぐらいかかる。30分、いえ20分ください。15分で何とかしろ。了解。マイヤーズ司令も目標ポイントに到達したらすぐこちらに来てください。安全のためパイロットスーツに着替えてもらいますので。はい。了解。現在の状況はこうなっている。エルシオールの現在位置はここだ。援護の友軍艦隊とは連絡がついていない。俺たちだけで何とかするしかないようだ。
敵艦隊の配置はこうなっている。皆さん、くれぐれもお気をつけて。私たちのことなら心配いらないわよ。それより最後はビシッと決めてよね。もう一度作戦内容を確認するか。よし、それじゃ。もう一つの任務？何ですか？え？タクトさん。はい、任せてください。とびっきりの特製ケーキ作っちゃいます。オッケー。激辛千枚カレー山盛り用意するわ。了解しました。ブラマイ主財閥の総力を挙げて最高のお茶を用意してご覧に入れますわ。任しときな、タクト。了解です。ゲイラ先生にも応援をお願いしておきます。了解しました。全力で任務に当たります。はい、頑張ろうね、みんな。了解です、ミルフィー先輩。よーし、いっちょやってやろうじゃないの。でしたら、戦闘はなるべく手早く済ませてしまいませんかね。ああ、パーティーの準備には時間がかかるからね。では、ダクトさん、ご命令を。了解。